まあ無料対数って書いてあるのもね、うん、じゃあ次行きますか。オリバー、はいはい、オリバーエヴァンスですね。温故知新、古きと新しく組み合わさった RPG。 ほい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 。現代を感じるポップなテクスチャーと技術を合わせ、幅広い年齢層のユーザーが楽しめるゲームです。なんだこの文章、えすごいな。意外にもしっかりとしたストーリーや重いサイドストーリーなどもあり、シナリオ重視のプレイも楽しめる。外伝短編集花の村のヘレナは必見であった。お、具体的にどのストーリーがどう面白かったのかというね、言及しているのはちゃんとプレイしているのも伝わりますし、プレイヤーが期待を持ちますよね。気になるガチャに関しては若干 SSR が 2.75%、 ピックアップが 1.3750%、 時間がないユーザーは財布を緩めてしまいそうになるのが恐ろしいところ。これは完全に同意します。いろいろ書いたが、自分はドハマりしていて間違いなく楽しいゲーム。意外と高身長キャラが多いのと、キャラクターの気遣い要素があるのが個人的に嬉しい。ぜひ一度ダウンロードしてもらいたい。 PS、マリナ爆死しました、カードください。ですね、ちょっといやめちゃくちゃ完璧なんだけど長えな。完璧なんやけどこれ長いな。そこだけがネックなんだけど、あとはいい。媚びを感じないよね。僕はちょっと媚びてるレビューあんま好きじゃないんですけど、ちゃんとなんかユーザー目線で徹底的に最初から最後まで語ろうとするのはマジでこのレビュアーとしての気概を感じますね。なんかレオスとか佐々木みたいになんか大幅に減点するより、なんかこうこのねリアルなちょっと減点の仕方とかはなんか信憑性ありますよね。まあ、ただ、本当に思ったことを全部書いてしまったらこの分量になったなという感じなになんだろうな。富でこの文章ね、いやでも本当にいいな。でもこれは間違いなく優勝候補の一つだと思いますね。次のレビュアーは、リゼヘレエスタさんです。スマホアプリ界に現れたキリンジ、知見に乏しい筆者の分析で恐縮だが、スマホアプリといえば携帯機末っ子に負けないようにいかにハイクオリティなビジュアルゲームシステムを実現できるかというのが重要であったように思う。そういった意味ではどこか懐かしさを感じるドット絵のフィールド、世界の危機に対抗するために旅に出るという王道な導入。うん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 、本ゲームは前述の土壌とは離れたところに立っていると言えるだろう。なんだこれ。論文みたい。しかし、消費者価値。待て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 、政府広報か。ヘルエスタ政府広報ですかこれは。機関紙が月に1回発行している市役所とかに置かれているやつ。そしてゲームを続けていれば飽きが来ないよう丁寧にデザインされたマップ、様々な思惑を秘めて自立するキャラクター、王道という括りには収まりきらないストーリーの魅力に気づくだろう。こういうのでいいんだよこういうので。なんか最後ゴローちゃんに言ってますけど、まあ多分なんですけどリゼ途中でこの文章硬すぎるなと思って最後ちょっとふざけた感が出てますね。いやこれレビューとしては完璧ですね、正直なところ。まあどういった導入からこのゲームが一体どういう性質を持っているのか、そして、昨今のスマホアプリの全体のやつを見ていると、でなんか結構ゲーム業界側から見てる感じで俯瞰的な目線に立ったレビューという感じですね。まあ、ただちょっとゲームの本編内容についてもう少し細かくかいつまんでくれればいいなって感じですけど、文章量はこれぐらいがいいなって感じしますね。いや合体してくれねえかなこれ。これとこれ合体してくんねえかな。これとこれの文章が合体すれば優勝が確定したんですけどね。いや本当に難しいです。はい。じゃあ次行きますか。最後はイブラヒムです。とんでもねえゲーム。